どうも、アイチーです。突然なんですけど、皆さん、こちら、ビリギャルってご存知でしょうか？おそらく、映画化もされた本なので、まあ、聞いたことある方はね、いらっしゃると思います。もちろん見た方もいると思うんですけど、で、このビリギャルを書かれた坪田先生っていう先生がいらっしゃるんですね。で、自分すごく個人的に好きな先生なんですけど、で、この方が昨日ツイッターであることを、ツイートされてました。で、ちょっと、一部分だけ読みますね。検算なんかしなくても、検算で確かめ算ね。検算なんかしなくても、紙に書かなくても、丁寧に書かなくても大丈夫。本番ではちゃんとやるから、と言いますと。練習でやってないことを本番ではできると思ってるアスリートってやばいですよね。みたいな話をされてます。で、これを見たときに、その通りだと。で、これをぜひ、ちょっと動画で喋りたいなと思って、一部今喋ってる感じなんですね。だからもちろん、坪田先生が意図してることと、自分が今から話すことはずれてるかもしれないんですが、まあ思ったことを喋りますので、よかったらお付き合いください。で、さっきのね、ツイートを読んで、まあこんなこと言いたいんだろうなっていうのをつかめる方もいらっしゃると思うんですけど、一個、問題の例を出します。中学校2年生かで習う連立方程式ありますよね。で、結構まあ入試に出題されやすいとこだと思うんですよ、計算問題。で、連立出てきたら自分も超ラッキーって思うんですよ。そう思えとも言います、生徒にね。で、何かっていうと、連立方程式って検算できるんですよ。入試の問題の中でも合ってる間違ってるがその場で確認できる。で、確認の仕方は、まあ、計算解いて、xy 値が出てきたら、それを上の式と下の式、両方とも xy を代入して、右辺と左辺の値が一致してれば、両方ね、二つの式で一致してれば、絶対に合ってるんです、その答え。で、その、まあ、検算ってめんどくさいじゃないですか。確かめって。まあ、小学校の時から言われると思うんだよね。確かめやれ、みたいな。そう。めんどくさいと。だけど、入試の時に、一問これ絶対当たってるよって。いう安心感って大きいんですよ。まあ、3点か4点か分からないですけど、気持ち的にはすごく楽になります。それが分かるだけでもね。で、だから絶対自分はね、生徒にやれって言うわけですよ。でもやってくれる、ね、大体やってくれますけど、でも、自分、なんだ、模試とかさ、入試の時に問題用紙あるじゃないですか。そしたら、1回目はこの問題用紙のこの辺で計算して、2回目の検算、確かめ算はこの辺でやってって全部指示を出すんですけど、場所もね。で、それも含めて、ちゃんとやってる生徒、検算をね、毎回模試でやってくれる生徒っていうのは、普段の連立の時もやるんですよ、検算。そう。でも、さっきのね、まあ、先生のツイートにもあったように、普段はやらないと。でも、先生大丈夫です。あ、俺、模試の時やるからちゃんと。テストの時はやるよ、俺。みたいな。普段ちょっとめんどくさいからさ、みたいな。例えばさ、連立方程式の問題がさ、10問ワークにあると。10問全部検算ってめんどくさいんだよね。10個、その労力かかるから。でもやる。なぜなら普段やってないことはその緊張状態のテストの時にできるかって保証ないよ。人はやっぱり緊張状態に入ると普段してることでもできなくなるんだから、普段してないことはできないって。そうで、やっぱり模試やって、まあ大体の地域がさ、模試が3年生になれば何回もやるから、もうやってないじゃんやってないじゃんって言われ続けて4回目ぐらいでやるみたいな風になったりはするんだけど、でもまあ時期がね、今10月末にもこれ動画撮ってるので、もし、まあ、テストの時あるよ、これ、みたいな。そう、思ったりする方っていうのは、そこをちょっと意識してほしい。で、そこからちょっと派生してですね、自分がよく言うのが、勉強の2つの側面っていつも話をしてて、勉強っていうのは、新しいことを覚える。新しいことをできるようにするっていうのが1個の側面。で、勉強ってこっちの方が印象が強いんですよ、みんな。こっちをすることなんだ。でも違くて、もう1個あって、それが、覚えたこと、できるようになったことを忘れないっていう側面がすごく大事、こっちが。で、この2個目をおろそかにして、新しいことばっかりやろうとするから、勉強すごいやってるのに、抜けてるところに気づかなくて、結局プラマイゼロになっちゃう。5入れたのに5抜けてるみたいな、風になって伸びないみたいになってくる方もたくさんいます。だから、その2つを意識する。で、まあもちろんね、自分の能力をどこまで、定めるというか判断するかはみんなに任せるんですけど、俺はね、人より覚えが悪いというか抜けが早いと自覚があるの、昔からすぐ抜けるの、頭から。記憶力があんま良くないんだよね、もともとね。だから人よりも何倍も確認するもん。例えばじゃあ英単語20個覚えましたって、その20個を俺その日やったら夜に絶対確認するもん。忘れてる自信があるから。で、忘れてるんだよね。で、入れ直します。朝起きます。起きたらすぐやるもん、その20問で、その、やって、まあ、その学校あったとしたら、学校行って、学校でも確認するし、
帰ってからも確認するの、その20問のために何回もやる、短い時間で。でこれは自分が忘れやすいっていうのもあるんだけど、俺めんどくさがり屋で一回覚えたこと、その時間かけて覚えたことを忘れるっていう、そのなんかさ、すげえ無駄じゃない、その時間って。え、なんでこの時間かけて覚えたのに忘れちゃってんのみたいな。だそれがすごいイラつくの、自分に。だったらその時間ゲームしてたかったわとかさ、友達と遊んでたかったわみたいな風に思うタイプなので、入れたこと、できるようになったことは絶対もう抜けないみたいな、そうガチッと固めに行くみたいな。でそれをやっぱりしっかりやる方っていうのは伸びていきます。できることが確実に増えるから、そこはね。でもちろん前も話したように、入試っていうのは範囲が広いので、これができるようになった、できるようになった、できるようになったっていっぱいできるようになっても、そこが出題されなければ噛み合ってないから伸びないこともあるの。でもできることを増やしていかなかったら伸びることはないからさ。そうだから新しいことをできるようにするっていうところも大事なんだけど、覚えたことを忘れないようにする、それって一個の基礎固めだと思うので、俺はそうで基礎をしっかり固めて、そっから応用をやるの。基礎のね、土台が固まってなかったら応用って上に乗らないからね、やっても定着しないから自分の中で。そうだからみんなが今どこのレベルにいるかはわからないけど、今自分に必要なレベルをちゃんと見定めて、そこをしっかりやる、やって忘れないようにする、なんとか過信しないというか、自分を、いや俺こんだけやったら忘れないっしょ、大丈夫大丈夫、よし次行こうみたいな風にあまり思わずに、もう一回ちょっと足元を固めにこの時期ね行ってもらえたらと思います。はい、ということでね、今回はちょっと坪田先生ね、名前使わせてもらって申し訳なかったんですけど、こんな感じで喋らせていただきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。ビリギャル個人的にはすごくおすすめです。特に本はなんかモチベーション上がるし、頑張ろうってね思ういい本なので、見たことない方ね、ぜひちょっと目通してもらえたらと思います。はい、映画は有村架純さんの可愛さがやばいです。以上です